はい、ゾエンパートナーズの大森です。今回はですね、変な名前の植物というような感じのね、お話をしていこうかなと。植物ね、いっぱいね、種類があるんですよ。もう何千何万というふうな感じでね、種類あるんですけれども、名前ね、いろんな名前がね、たくさんあってね、覚えきれないっていうのはね、正直なところだと思います。で、そんな中でね、まあ一応ね、日本にあって変な名前の植物ね、どんなものがあるかなと思ってね、ピックアップしたというふうな感じですね。チャンネル登録もあるですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで、早速ね、一つずつ発表していこうかなと思うんですけれども、まあこれね、順位とかじゃないんでね、別にね、普通にね、聞いといていただければいいかなと思うんですけれども、まずね、ヘクソカズラ。ヘクソカズラね、有名なんじゃないかなと思います。ヘクソカズラね、変な名前だなというふうな感じでね、ヘクソカズラなんですけれども、あれね、葉っぱがですね、変な匂いがすると、すごい匂いがあるんで、ヘクソカズラというふうな感じでね、言われている、鶴になりますね。で、カズラっていうのがですね、鶴というふうな感じの意味になります。で、そのヘクソカズラなんですけれども、結構ね、こう増えちゃってね、困るよっていうふうな感じなんですけれども、まあちょっとずつね、やっぱこれもね、取っていくしかないのかなと思います。で、これはですね、ヘクソカズラ多年草になりますんで、まあ出てきつど切ってね、根にね、こうダメージ与えていくっていう風な感じしかないのかなと思います。あとはね、除草剤みたいなやつも撒いてもいいんですけれども、まあそんな感じでね、ヘクソカズラ少しずつ減らすということができるんですけれども、花がですね、なんかね、綺麗な花に見られるということが多くてですね、白い花が咲くんですけれども、白にね、中がね、赤いような花が咲くんですけれども、この花がですね、可愛らしいことからですね、ヘクソカズラ、なんとですね、別名で、サオトメカズラっていう風なね、名前を付けられているそうなんですね。なかなかね、どんしゃりという、なんていうんですかね、なんかね、1、なんかもう100なのか0なのか、100点0点みたいな感じのね、名前の付け方されてますんでね、面白いなという風な感じで、ヘクソカズラからね、紹介させていただきました。次はですね、クズ。クズね、クズっていう名前嫌だなって思いますよね。クズね。クズっていうのもあります。で、これもね、鶴なんですけれども、名前の由来がですね、江戸時代中期以降にですね、大和国、今の奈良県のクズというところがですね、一大産地になっていたという風なところからクズになったんじゃないかという風にね、言われるそうですね。で、このクズなんですけれども、これも鶴なんですけれどもね、これもかなりね、増えるというような感じなんですけれども、多年草でね、これも結構厄介という風な感じになっています。で、このクズなんですけれども、実はですね、薬草としてね、使われていることがあります。これね、根っこがね、使われるんですけれども、カッコン。聞いたことありますね。カッコン。カッコンとしてね、こう、クズ使われているというような感じですね。秋から冬に根っこを掘り、水洗いして、叩き潰して一晩中水につけた後、水を布でこして、布に残ったものを、水で6、7回さらして、でんぷんを取ったものがカッコンというような感じでね、お湯注いでね、カッコン等みたいな感じでね、飲むという風にされているそうですね。結構ね、使われることもあるみたいなんですけれどもね。で、そんなね、カッコン、クズなんですけれども、国内ではね、生態系の一部として大切なね、存在になっていると思うんですけれども、海外へね、持ち出そうと。カッコン使いたいな、育てたいな、みたいなね、感じでね、海外に持ち出したんですけれども、まあ、手に負えないよと。いう風な感じのね、勢いで染まっていくというような感じでね、まあ日本でもね、結構なんかね、こう山というかね、整理されてないとこだとね、結構ね、クズはびこっててね、困るなというような感じなんですけれどもね、まあ根っこそんな感じでね、使うっていうのもできますんでね、まあもしよかったらね、根っこ取っていただければいいんじゃないかなと、取らなかったらどんどんはびこっていきますんでね、とっても大変な、鶴という風な感じになっております。はい。で、次はですね、ようやくね、鶴ではなくてですね、木になりますね。ボケね、知ってる方結構いるんじゃないかなと。庭にもね、植わってるよという方もね、いらっしゃるかもしれないですね。変な名前ですね。よく考えるとね、ボケ。ボケはですね、バラ科の植物になりますね。で、ですね、お花がね、もう今ちょうどね、冬、だいたい12月、1月、2月ぐらいで咲くという風な感じになってますんでね、まあよく知ってるよという風な感じの方多いんじゃないかなと思っております。まあトゲがありますんでね、ボケね、トゲありますんで、ぜひともね、お手入れする際にはね、注意していただきたいなという風な感じなんですけれども、まあお花の色ね、赤だったりピンクだったりね、なんか白だったりね、なんかいろんな種類のやつがありますんでね、原平みたいな感じでね、
ね、一つの株の中で赤と白とね、咲き分けるっていうような感じのね、品種もあってね、結構ね、面白い木だなというふうな感じですね。まあ、ただね、名前がなんかね、ボケって言われるとね、ちょっと、うんって思っちゃうような感じでね、不思議な名前だなというふうな感じで思っております。はい。で、次なんですけれども、今度ね、草になりますね。草、変な名前の草ね、結構あったんですけれども、一人静かっていう名前のね、あの草がね、どうやらあるそうですね。一人静か。すごいですね。一人静かではなくて、二人静かというのもね、あるそうです。で、その一人静かなんですけれども、名前のね、由来がですね、清楚な花の穂を、昔の人はね、静か御前に見立てたというところからね、一人静かというような感じで、で、禁煙種のね、今言ったんですけれども、二人静かっていうのがあってですね、これはですね、茎の下の方に閉鎖花と呼ばれる開かない花の方を数本つけることから、二人静かというような感じになったんじゃないかというふうにね、言われているそうですね。これもね、多年草でね、北海道から九州まで、結構ね、いろんなところで見れるというような感じになってますね。まあ、染料の仲間というふうな感じになっております。はい。で、続きましてね、また草なんですけれども、今度ね、狐のカミソリ。キツネのカミソリね、なかなか面白い名前だなというふうな感じで思いましたね。ですね、キツネのカミソリなんですけれども、ヒガンバナの仲間というふうな感じになっててですね、キツネのカミソリは、早春、まあ春、早めのね、春に葉っぱを出します。で、その葉っぱがですね、梅雨頃までには枯れてなくなってですね、地上部はその後何もない状態になるというふうな感じです。で、その後ですね、8月、夏ぐらいになるとお盆の頃ですね、今度は、花だけがこうビュッとね、花の茎だけがこうまたビュッと出てくるというような感じでね、その先にオレンジ色の花が数輪咲くというふうな感じでね、ちょっとね、変な感じにこう伸びていくというかですね、育っていくふうな植物になっているというような感じですね。で、このね、キツネのカミソリなんですけれども、名前の由来がですね、葉っぱをカミソリに見立てて、そういう風に言ったっていう説とですね、キツネ、ね、キツネにつままれたような感じでね、葉っぱ出てたのに葉っぱなくなっちゃって、またね、その茎が出てきて花咲くみたいなね、なんか、何これみたいな感じのところから、キツネに騙されたみたいな感じのところからね、キツネのカミソリという風な感じでね、言われて、ているそうですね。これもね、本州から九州ぐらいまでね、見れるというような感じで、多年草という風な感じになっております。という風な感じでね、変な名前のね、草花、木もあったんですけれども、ヘクソカズラ、クズ、ボケ、一人静か、キツネのカミソリという風な感じでね、紹介してたんですけれども、まあ有名なやつだとね、カラスのエンドウみたいなとこも、ちょっとなんか、うんって一瞬思いますし、あとはね、なんか、シランみたいなとこね、シラン。とかね、波乱とかね、なんかちょっと、んって一瞬ね、思うような感じのね、なんかね、あの植物ってね、結構あるんだなという風な感じですね。金のなる木とかね、なんかそういうのも面白い名前だなとは思いますしね。まあいろんなね、名前あるなと思いましたんで、今回ね、動画に撮ったという風な感じになっております。いろんなね、まだまだね、知らないね、草、植物、いっぱいありますんでね。まあ、ぜひともどんどんね、調べてね、動画にしていこうかなという風な感じで思っておりますんでね。まあ、ぜひともね、まだまだ見たいよという方はね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。という風な感じになっております。ということで、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。